美咲さん、お兄ちゃんから聞いたわよ。今度からうちの実家で同居するんだって。実はそうなの。足腰が弱くなってきたご両親をゆうすけは心配していてね、いろいろ話し合って同居することにしたんだ。やっぱ新婚早々よく旦那の実家で同居なんてできるね。不安もあるけど、親を心配するゆうすけの気持ちも尊重してあげたいし、それに私在宅仕事なんだよね。だからネット環境さえ整っていればどこでも仕事ができるし、同居での引っ越しも全然問題ないんだよ。え、美咲さんって家で仕事していたの？実は結婚と同時に転職してね、今の会社がフルリモートなの。だから同じ部署の中にも北海道や沖縄で仕事している人もいるんだ。なるほど、それなら同居も余裕だね。日中も誰かが近くにいるってご両親もゆうすけも安心だよね。それに私たちとしても同居だと家賃が抑えられて生活費も浮くし、ウィンウィンってことで同居を始めてみることにしたんだ。よし、そういうことなら私も同居するわ。え、彩子ちゃんも実家に帰ってくるってこと？うん、私も家族なんだし一緒に住んでも問題ないよね。問題はないけど、でもなんでこのタイミングで？だって家に嫁がいるって最強じゃん。ほら、私ってシングルマザーだから毎日大変でさ、猫の手も借りたいと思う日がいっぱいあるんだよね。私が同居するのはご両親のためであって、仕事もあるし、あゆかちゃんや子育てのお手伝いはできないけど、分かってる？まあまあ、細かいことはいいから、みんなで楽しく暮らそうよ。近くにたくさん人がいた方が、子供も喜ぶだろうし。それに、たかが嫁のあんたに拒否権なんてないよね。まあ、ご実家はご両親のお家だからね。それじゃあ決まりね。私も同居するから、これからよろしく。ゆうすけ、ちょっと家かな。急いで相談したいことがあるんだけど。どうした？早速同居のことで何か問題でもあったか？ご両親とは何でもないの。ただその、さっき彩香ちゃんから連絡があってね。自分たちも同居したいって言ってきたの。え、彩香が？甥っ子のケイタも連れて戻ってくるってことか？うん、シングルマザーでいろいろ大変だからって。私まさかこんな大所帯の同居になると思ってなくて戸惑っているの。俺もまさかの展開に驚いているよ。それに彩香たちとこれから暮らすのは正直嫌だな。え、何か問題でもあるの？甥っ子のケイタがとんでもないやんちゃボーイなんだよ。彩香は甘やかしたばかりで手がつけられなくてさ、両親は足腰も弱って相手もできないし、俺たちが毎日あのケイタの相手をするのはかなりしんどいぞ。そんなにやんちゃな男の子なんだ。それに彩香自身もかなりのわがまま娘だからな。あいつの離婚理由って教えたっけ？ううん、ちゃんと聞いたことないかな。でも旦那さんと子育ての考え方ですれ違っていたって聞いたことある。まあ、あながち間違ってないか。彩香は子供をのびのび育てたいから叱らない教育をしていてさ。でもそのせいでどんどんやんちゃになって手がつけられなくて、旦那さんが見かねて怒ったら、あんたは父親失格だって飛び出して、そのまま離婚になったんだよ。そうだったんだ。彩香も頑固で強引だし、息子の啓太はやんちゃだし、同居で美咲に迷惑をかけないか心配だよ。私のことを考えてくれてありがとうね。でも今更同居をやめることもできないし、とりあえず頑張ってみるよ。無理だけはしないでくれよ。何かあったら俺は両親にすぐに言ってくれ。ありがとう、ゆうすけ。でもみんなで楽しく同居できるのが一番だよね。変に警戒せずに彩香ちゃんの啓太君と仲良くなれると嬉しいな。そうだな、改めてこれからよろしく頼むよ。ねえねえ、美咲さんって今日も忙しい感じ？そうだね、月末も近いし仕事もちょっと立て込んできているんだよね。そうなんだ。でも在宅仕事だと一日家にいて退屈でしょ？息抜きに外に出た方がスッキリするよね。まあたまに気晴らしに散歩とかはするけど。だよねだよね。じゃあ夕方のケイタのお迎えよろしく。今日はどうしても仕事が終わらなくて残業になりそうなの。え？
そんなこと言われても困るよ。私これからオンライン会員が入っているし。でも私も迎えに行ってくれないと困るの。延長保育料って地味に高いんだから。迎えに行けないんだったら美咲さんに払ってもらうからね。私が？それと今日保育園から連絡があってね。ケイだったらお友達に怪我をさせたみたいなの。私は子供同士のことに口を出さない方針なんだけど、向こうの親がかなりうるさく言っているみたいでね。私の代わりに謝っておいて。それも私が？それは保護者の彩香ちゃんがすることでしょ。一緒に暮らしているんだから美咲さんも保護者みたいなものでしょ。それじゃあよろしくね。待って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 、全然よろしくねじゃないからね。え、そうなの？私はお迎えにも行けないし、代わりに謝ることもできないから。ケイタ君のことは彩香ちゃんがするべきでしょ。そうだけど残業したいから今日は無理なんだって。外で汗水流して働いている私と違って、美咲さんは一日中家にいて暇しているんだしさ、ちょっとくらい手伝ってくれたっていいじゃない。家で仕事しているからって暇なわけじゃないんだよ。私だって普通に定時まで仕事があるの。でも通勤時間がない分私よりは暇でしょ。そう言って私に何でも押し付けるのやめて。最近はケイタ君のことも家のことも私に丸投げだよね。同居しても自分たちのことは自分たちである。同居を始めた時にそう決めたじゃない。ごちゃごちゃうっさいわね。同居のやめなんて家政婦みたいなもんでしょ。文句言わずに黙って言うこと聞いとけや。なんですって？いわば住み込み家政婦よね。今の発言はちょっとひどいんじゃないかな。同じ家で暮らす同居人として私はずっと対等だと思っていたのに、ケイタ君の面倒もできるときは協力してきたつもり。でもそんな風に思っているならもう何も手伝ってあげたくない。ああもうわかったわかった、説教は後で聞くから、とにかくケイタのお迎えよろしくね。それじゃあ私仕事に戻るから。もう仕方がないわね。お迎えを手伝うのは今日で最後だからね。もう私は何も手伝わないからね。ねえ、彩香ちゃん、今日はケイタ君を保育園に連れて行かなくていいの？なんで今日は家なのってケイタ君に聞かれて困っているんだけど。もうケイタったら、ちゃんと保育園はもう二度と行かないよって教えてあげたのに。二度と行かないってどういうことよ。実は保育園をやめてきたの。てなわけで今日から美咲さんが毎日ケイタの面倒を見てちょうだい。はい？一体どういうこと？なんで保育園やめてきちゃったの？それに私は仕事があるから毎日面倒を見るなんて無理なんだけど。だってこの間美咲さんが私に意地悪を言うんだもん。だからやめてきちゃった。え？もう二度とお迎えを手伝ってあげないって言ってきたじゃない。でもそんなの困るし、親は足腰悪くて無理だし、お兄ちゃん口うるさいから絶対に頼みたくないし、そこで思いついたの。いっそ保育園に通わなきゃ送迎の手間がなくなるよねって。とんでもない発想だけどそうなるわね。しかも保育料も浮いて家計も助かるし、それにあの保育園って口うるさい先生とママしかいなくてさ、前からケイタに会ってない感じしたんだよね。だからやめた方がいろいろメリットあるような気がするの。それで私日中ケイタ君の世話をしろと？その通り。これからは実家で美咲さんに面倒を見てもらうわ。在宅仕事で一日中家にいるから余裕だよね。なんですって？ケイタも懐いてきたし問題ないっしょ。まさかこんな大胆な手で来るとはね。驚きを通り越して冷静になってきたわ。それはつまり了承してくれるってことだよね。在宅で仕事をしているなら子供一人の世話ぐらい余裕だよね。ケイタの面倒を見といてよ。いいけど本当に大丈夫？あ、手抜くなよ。預かるからにはしっかり責任を持ってよね。それはもちろん。それじゃあ月5万円徴収するね。は？なんで私からお金を取るのよ。だって子供を預かってくれって頼まれたからでしょ。私を保育園の代わりにするなら保育料をもらってもいいじゃない。なんですって？在宅の本業とは別に子供を預かって面倒を見ろって言うんだもの。しかも手を抜くなってことはそれなりに私の時間と労力もかかるし、とりあえず副業として月5万で預かってあげるね。副業ってちょっと待ってよ。私たちは家族なんだからさ、お金とかそういうのはなくてもいいじゃない。いやいや、家族だからこそこういう線引きはちゃんとしなきゃ。お金が発生するということは責任も発生するということ。だから私もそれなりにしっかり面倒を見るつもりだし、月5万で問題ないよね。問題ありまくりよ。素直に引き受けてくれたと思ったらお金なんて請求しやがって。同居嫁は黙って無料でやれよ。それは絶対に嫌だし無理。
それに彩子ちゃんも言っていたでしょ、私は住み込み家政婦みたいなものって。はあ、それが何だって言うのよ。あの時は腹が立ったけど、あながち間違いでもないと思ったの。家にいる時間が長い分、家事はある程度私がやっているし、その代わり家賃無料で住まわせてもらっているから、これが報酬だよね。だから家政婦呼ばわりされるのは構わないけど、じゃあ育児は？え？家事は家賃を払ってないからその代わりの奉仕として、育児は全くの別物。育児お願いしたいなら報酬を私に用意しなきゃだと思うの。だから月5万の請求は何もおかしくないと思うな。ふざけんな！どう考えてもおかしいわよ！可愛い甥っ子の面倒を見させてあげるのにお金を請求する？ふざけてなんかないのに。それに私が面倒見たいって言ってるわけじゃないのよ。彩香ちゃんが私にお願いしているんだよね。お願いするんだったらお金を払うのは基本だと思うな。なんですって！それじゃあ帰ってきたら支払いよろしくね。おい、大丈夫なのか、美咲。さっき父さんから連絡をもらったんだ。早川のやつ、キュータの面倒をついにお前に丸投げしたって。保育園を辞めさせてきたらしいじゃないか。実はそうなの。急に言われてびっくりしちゃったよ。本当にごめんな。俺から彩香によく言っておくから。私は大丈夫だよ。もう仕事も調整して減らしたし、その分お給料は減るけど、副業で保育料をもらうから、プラマイゼロかな。え？わざわざ仕事を調整してくれたのか？相談なく勝手に決めちゃってごめんね。でも実は前からそうしようかと思っていたんだ。そうだったの？ずっと家にいて思ったんだけど、ご両親の足腰、想像以上に弱っていると思うの。最近転ぶことも多いし、もし骨折でもしたら、いろいろとサポートが大変じゃない？それは俺もちょっと気になっていたんだ。でも両親は意地張って大丈夫だって言うし、でも何か起きてから対応するのは大変だと思うの。だからいっそ私がいつでも対応できるようにしておこうかなって。それで会社に週3のパート勤務に変えてもらえないか相談していたの。そんなことまで考えてくれていたのか？その分収入は減るけど、同居のおかげで家賃はゼロだし、それにケル君を預かるなら副業の保育料収入があるし、私は仕事が好きで働いているわけじゃないからね。最低限の収入があるなら、せっかくの同居だし、家族みんなを支えたいな。本当にありがとう、美咲。俺の家族のことをそんな風に思ってくれて、俺本当に美咲には感謝しているよ。でも勝手に決めてごめんね。本当はゆうすけに相談してからやるべきだったんだけど、つい勢いで。はん、あ、今のはこっちだよ。それよりも、これからよろしくな。彩香には絶対に、美咲に保育料を払わせるから。彩香ちゃん、急に帰ってきたと思ったらすぐ出かけてどうしたの？しかも大量の荷物を持ち出して。こんなところに住んでいられるか！家族からお金を取る強欲ババアめ！もういい！また子供と二人で暮らすから！ケイタの面倒なんてあんたには任せないから！そのケイタくんこっちにいるんだけど。え？どこかで手を離しちゃったのかな？普通の一人で帰ってきたよ。え？なんで戻ってるのよ！ママと一緒に引っ越すわよって言ったのに！ケイタくんここで暮らしたいって言ってるよ。ジュージとバーバとミサキちゃんと暮らすって。最初はとんでもないやんちゃボーイだったけど、まさかここまで懐いてくれるなんて。なんか嬉しくて涙が出ちゃうな。嘘でしょ？ママよりあんたたちの方がいいって言うわけ？いっそこのまま預かろうか？仕事調整したから私は問題なし。月10万払ってくれるなら喜んで引き受けるよ。はあ、なんで値上がりしているのよ！さっきまで月5万って言っていたじゃない！それは日中の保育料。このままケイタくんだけここで暮らすなら、ケイタくんの生活費も払ってもらわなきゃ。だから全部合わせて月10万でいいよ。そんなの無理よ！私普通の事務仕事なのに月10万も払えないって！じゃあ戻ってくる？そしたら日中の保育料だけで月5万で済むけど。それは、それと、戻ってくるなら、美咲への謝罪もな。美咲は許しても俺はお前許さないからな。もしかしてお兄ちゃん？話は全部聞いたぞ。お前美咲を家政婦呼ばわりしたらしいな。それは、美咲はもう気にしてないって言っているが、俺は許さないぞ。本来は両親の面倒なんて、俺たちが見なきゃいけないんだ。それを俺たちが美咲にやってもらっている状態なのに、もし戻ってきてこれからも一緒に暮らすなら、けじめをつけてもらう。そのためにもまずは、美咲にしっかり今までの言動を謝罪しろ。謝罪ってそんな、なんで私が同居の夢なんかに頭を下げなきゃいけないのよ。じゃあ戻らなくていい。
ケイタの気持ちを尊重してケイタだけはこっちで暮らしてもいいが、その代わり月10万は絶対に払ってもらうからな。そんな、私はシングルマザーなんだよ、兄ちゃん。それでも子供のために必死に頑張っているのに、そんな私から子供もお金も取り上げるの？いや、ケイタはケイタの意思でこっちに来ているだけだからな。それにシングルマザーでいろいろ大変そうだからって、美咲はお前との急な同居も受け入れてくれたんだ。ケイタの面倒も協力できるときはしてきたはずだぞ。それは、そんな美咲にひどい態度を取ったお前を俺は許さないからな。覚悟決まったら、戻ってこい。ないなら二度と戻ってくるなよ。その数時間後、大号泣の彩香ちゃんが戻ってくると、玄関で私に今までの言動をすべて謝ってくれました。そしてその後みんなで話し合い、彩香ちゃんは保育料月5万を私に支払い、私は副業として圭太くんの面倒を見ることに。ご両親の面倒も私中心で見ることになりますが、病院の付き添いは1回数千円などと細かくルールを決めました。気遣い屋さんの義両親は、報酬制にした方が私に頼みやすいらしく、なんとこれがきっかけで同居生活も順調に回るようになりました。最後までご視聴いただきありがとうございました。この動画がスカッとした方は高評価ボタンを、それ以外の方は下のコメント欄でご意見をお聞かせください。チャンネル登録もよろしくお願いします。あなたの評価やコメントが今後の励みになります。また他にもあなたをスカッとさせられる動画がたくさんありますので、当チャンネル内の動画をぜひご覧になってくださいね。それでは次の動画でお会いしましょう。緑のネタ帳でした。